こんにちは。堀出健一です。こちらの時間は2020年5月2日夜10時になりました。あなたがこれを聞いている時間は何年、何月、何日でしょうか。今日の名古屋、夏日になりまして30度超え。で、今、なかなかこう外に出ることができませんけれども、あんまり中にいても体力がなくなってくる。いざこう、外に出てもいいですよ、バリバリやってくださいってなった時に、 ね、息切れしちゃったらまずいってことで、ちょっと散歩をしてはいるんですよ。やっぱ昨日あたりから、こう、暑さを感じるようになりましてね、今日はもう、はっきりと暑いっていうのを感じましたね。あと、ちょっとこう、蒸し暑さっていうか、空気がもわっとするような、そんな気配を感じたんですよ。 何でも週間天気予報を見ると、またちょっとここから気温が下がってくる。明日に関して言えば、7、8度下がるようなことも聞いてるんで、まあ、このままずっと30度超えっていう感じではないんですけれども、まあ、一月経ちまして、季節は確実に進んでる、変わってるなっていうような感じがして、まあ今ね、生き物が結構、ね、世界中に広まっていて、 ねえそのせいで人間外に出にくくなってるじゃないですかこの季節が進んだっつうことでねちょっとそういう、まあ、人間も含めてね生き物に与える変化っていうのもあるんじゃないかなと思った5月2日でございますいきましょう織出健一の「スクリーンオブライフ」改めまして織出健一です えー、ということで、だいぶね、暖かくはなってきてますよね。今日はもう日中は、名古屋は半袖で過ごしてもいいかなっていうくらいの一日でした。で今日はねあの、午後にちょっとした公開ミーティングなんていうのも実はやってましてね、一つ、ポッドキャストの新しいアプローチをっていうことで、公開の打ち合わせをしてました。まあ、それも今はね、あ、えー、って、 打ち合わせなんていうこともできませんので、ズームっていうあのウェブ会議システムですよね。あれを使って、1時間半くらい話してましたかね。うん。で、やっぱりこう、対面と違ってね、実際に会ってるのと違って、ウェブ上のやりとりなんで、ちょっとやっぱり回線の遅れみたいなのもあったりして、ちょっとこう、そのあたり、どうやってこの相手の間合いを取って、そこから喋り始めるかっていうところは、 結構まだちょっとあんまり僕そういう Zoom での会議とかも慣れていないのでそんなにはまだ慣れてなかったんですけどこういうのでも僕らこう喋り手よりもねこういう会社でバリバリ Web 会議をやってる人の方がどんどんスキル上がってってますでしょうある意味こういう配信をするっていうのは僕らまあ喋っているのを仕事にしている人よりかはなんか会社でもうバリバリやってる営業の人の方が なんか使いこなしてるような、そんな感じもするんですけどもね、まあちょっと今日は1時間半くらい、えー、そういうズームでの、まあこれもあれですか、ズーム会議っていうんですかね、そういうのもね、えー、ちょっとやってみて、徐々にそういう、なんだろう、社会人としてのマナーを、いや、これ、でもあの、ズームとかそういうウェブツールを使っていくっていうのも、まあマナーではないか、そのスキルとして今後は必要になってくるんだろうなっていう気はしますけどね。ねうん で、そんな感じでいろんなこうウェブとか配信なんていうのをね、やっぱり特にこう外に出られないので、だいたいそういうのを見ながら、えー、時間を費やしてるわけなんだけど、今週ちょっと発想の大転換みたいなことがありましてね、えーえー、目からうろこみたいな感じでしたね。で、今までこう僕があ4月からやってこようとしたことを、 根本的にちょっともう一回見直した方がいいかなっていうようなことがありましてね。でまあ、特にこう今、やることもないっていうか、まあこういうことをやっていきたいからっていうことで配信の方をいろいろとやってるんですけど、そんな中でゲーム配信をね、ちょこちょことやってます。特に今だとスーパーマリオメーカー2。 っってて、いうゲームがあって、まあ、スーパーマリオって皆さんはなんとなくイメージできるかもしれませんけどあのスーパーマリオに、えー、が自分でコースを作れるっていうねそういうようなあーゲームが出てましてでそれをこう作ったコースを、まあ、やってくださいっていうことで投稿するんですよで投稿して、えー、それを楽しむっていうようなゲームがあるんですがそれをね、まあ、配信をしてるんですよ 昔のあれですね、ちっちゃい頃に友達のところに集まって、ファミコンを、1台のファミコンをそうです、ね、5、6人とか、7、8人くらいでこう見てやっているって、あ、こんばんは、こんばんは。ね、あの30分しゃってきますんでね、今週もね。はいまあ、そのスーパーマリオメーカーの前に、スーパーマリオでね、こう1台のファミコンの周りにこう7、8人くらいの友達が集まって、1人がやっている、そのマリオの操作をずっと見ているっていう、ね、そんな感じで、それがこう、 ウェブ上で、まあ、YouTube 上とか、Facebook とかでこう流していく、それを見ることができるっていう、まあ、イズムはそんなに昔とは変わってないんだけれども、まあ、見ている人がいろんなところのいろんな年代、まあ、配信先の向こうでこう見,ているも見てもらってる人にとっては、やってるのが44のおっさんとは思ってないですからね、えー、<laughs> 気軽に話しかけてきてくれたりするんですけれどもね、その話しかけてきてくれるっていう、この視聴者の集まり方っていうのがびっくりしたんですね。 1> で1時間くらいまあやろうと思ってやってたんですよ。で30分過ぎてもまあそんなにコメントつかないし視聴者もそんなにいなくて視聴者がいないってことについては僕は慣れてますからね、ええ、朗読のイベントはまあ多分誰も聞いてないだろうなっていう中の BGM があるし先週のこのスクリーンオブライフはね 生では誰も聞いてなかったですからね。<laughs> まあ、それはいいんです。だから、慣れてるんですよ。あだから、まあ、自分もね、こう、やりながらそういう技術というか、スキルを貯めていきゃいいや、いいやと思ってるところもあるんで、で、それで、こう、やってたんです。で、30分過ぎくらいで、ちょっと Facebook の方を見ていて、YouTube のコメントを見てなかったんです。そしたら、YouTube の方にコメントがつき始めたんですね。ねえで、あ、ついてるついてる。あ、やっぱり知らない人だっていうね、身内でもない人だ。ありがたいなと思って見てたら、で、そこにね、あの、 コードです。お願いしますっていうコメントがついて、その9桁くらいのコードがポーンと貼り付けられたんですね。で、こっちはもうそのスーパーマリオメーカー2の配信のお作法というかマナーというかね、ルールというか知らないから、よくわかんなかったんですよ。何かなと思って、で、自分なりにプレイをしてたら、別の人がまた入ってきて、えー、私が作ったコースをやってくださいっていうコメントとともにその9桁のコードが貼ってあったんです。 それで分かったんですね。あ、これは自分が作ったコースを、あの、ちょっと配信主さん、えー、やってくださいっていう、それだったんだと思って。で、そっからこう慌てて、こうね、自分がやってるゲーム止めて、こう、その人の ID っていうか、そのコードをね、こう打ち込んで、あ、これねっていう君が作ったやつね、みたいな感じで。で、それでこうやって。で、まず簡単にクリアできないんですよ。やっぱりそういうのって。こっちもね、そんなにマリオってうまくないんで、うまくないなりにこうやってたりすると、そうするとだんだんこう集まってくるんですね。 で、集まってきて、私もやってください、僕もやってくださいっていう感じで、どんどん集まってきたんですよ。で、まあ、それでもまあ、4、5人くらいだったんですけど、で、やっぱそれをやったら、その YouTube のチャンネルも登録してくれた人もいたし、まあ、見てくれた人もいたので、やっぱり、いいタイミングで、来やすい時間にやるのがいいんだなっていうことを思ったんですよ。 大体そうです、その集まり始めたのが8時半から9時ぐらいっていうところだったので、やっぱりそこに向かって、えー、やっていくのがいいのかなと、ゴールデンタイムはやっぱそこなのかなっていう感じもして、これからちょっとそこに照準をね、合わせていこうかなと思ってます。で、あとね、あマリオをずっとやってるから、こんなべらべらとしゃべれないんですよね。だんだんその,その人が作ったコース、真剣にやってるから、もう黙っちゃうんですよ。うん、で 黙ってても成立するのがやっぱりそのバリオの面白いところでね多分配信者のそのやってるプレイを YouTube の画面で見てるっていうまあ昔のその僕らが小学校の頃にやっていたようなそういった図式が成立してるんですねだから配信だからって言ってそんなにベラベラと喋ることもないしなんだったらこう盛り上げるようなことまでしなくてもいいんだっていうところ改めて気がついて 今まで僕はもうこうやって配信をするんだ、するからにはちょっとラジオのこの、ラジオをトレースして、ラジオのようなことをやりたいと思ってるから僕もね、これでやってたんだけど、いや、待てよと。時代はそうじゃないんじゃないかっていう。まあね、ラジオが好きで、ラジオのことをやりたい。で、そのラジオのフォーマットを Web でっていう人はいるけども、それよりももっと多くの人が、いや、そこまでじゃなくって、なんかこう、ダラダラとやってる、えー、とにかくコミュニケーションがしたいんだっていうような人の方が多いんじゃないかと思って。 うん、でこれね、ふと思ったんですよ。このシステムって、喫茶店のマスターとか、バーのママなんじゃないかっていう役割は。僕らがこうやって発信する側として、ラジオパーソナリティじゃなくって、マスターとかママなのかなと思ってね、そんなことをね、思った一週間でした。さて、ボイシーラジオトークでお聞きの方、まもなく終了となります。この続き、ツイキャスアーカイブか YouTube チャンネルでお楽しみください。次回、5月9日土曜日夜9時からにします。 9時からにしますよもう10時からっていうのは僕はこの9時からじゃなくて10時からっていうのがゴールデンタイムだとなくこう一段落してでちょっとゆっくりできるまったりできるかなというのがこの時間だと思ってたんですがゲーム配信やってみていや待ってもうちょっと早い時間なんじゃないかなっていうようなことをちょっと思ったんでえ来週ちょっと9時にしてみます。9時にしたらもうちょっと視聴者っていうか、はい、あの聴取者っていうか来てくれるのかしらどうなんでしょう <laughs> まあね、これはあの生で聞いてもらわなくても、アーカイブ残すし、それからあのラジオトークとかボイシーでね、冒頭10分流してるんで、まあそういう目的でもやってるんでね、まあタイミングもあるでしょうし、でもまあちょっと時間をずらすことでね、同じこの生でやってることが、その時間で聞いてもらえる人が多くなるんだったら、それはそれでいいですもんね。うん。と思って来週はちょっと9時に。 やっっててみようとと思いますす、まあ、9時か10時かかか10こですかね8時はちょっと難しいかもしれませんけどまあとりあえず来週は9時からということでいこうと思ってるんですがでさっきのその配信っていうことでこうやってベラベラとしゃべっているラジオ DJ 方式ラジオパーソナリティ方式じゃなくってどちらかというと喫茶店のマスターかバーのママなんじゃないかっていうことをその配信で思ったんでそこでちょっと興味が出てきたのがライバーはい。 ライブをする、配信する人、ライバー、え、ポッドキャスターでも、これ、ツイキャスやる人って何て言うんだいツイ、ツイ、ツイキャスター、ツイットキャスター、まあいいや、何でもいいや、っていうのじゃなくって、ライバーにちょっと興味が出てきてね、その辺をちょっと、さっきまで掘ってたんですよ。見てたんです。で、おそらくこう、聞いてる人っていうか、こう、見てもらってる人っていうのは、何か発信して、こう、聞いてもらうっていうことじゃなくって、こちらの発信者視点じゃなくて、 なんかちょっとコミュニケーション取りたいなっていう,こう受けて視点なんじゃないかっていうそんなことを思ったんですね。うん、でなんかそういうライバーのイメージって僕もまあ知らないわけじゃないですよイメージとしてはなんかこうその人のところへ行くと「あなんとかさんこんにちは」って言って。 で、えー、そこでなんかこうコミュニケーション、うん、今日どうだったんですかとか、ちょっとよくわかんないけど、その辺は。なんかそういう最初にこんにちはって入ってくる、まさにこの店の中にカランコロンカランって入っていって、あいらっしゃいみたいな、こんにちは、そこ座ってゆっくりしてってねみたいな、そういうノリでいいんだと思って。で、まあ、こういうイメージだけでやっててもなんだなと思ったんで、さっきまでちょっとそのライバーをちょっと、ね、観察しに行ってきたんですよ。ね やっぱりね、こう、見てみればいいんですよ。その、どういう感じかなと思って。で、それを真似してね、えー、ライバーになるんだったらなればいいんだけど、ほら、やっぱりさ、名前を呼ばれるっていうのの恥ずかしさあるじゃない。見ず知らずのところに行って、えー、名前を呼ばれる。のあの、よくわからない自分が知らないお店にその、入っていくときの緊張感みたいな。あれと一緒でさ。で、 ね、あの冷たくされたらどうしようとか、まあ、ライバーに関しては冷たくするってことはないんだけどもなんか名前を呼ぶんでしょいや呼ばれると恥ずかしいとかねで向こうから話しかけてきてこちらが気の利いたコメントを返せなかったらどうしようとかね、えーまあ、リアルでもそういう気の利いたコメントを返すってのも得意じゃないのにそんなバーチャルの、ね、画面でやれるかどうかってこともドキドキするわけですよでまあなかなかその、まあ、他の人の,その生の配信っていうのも まあ、い最近はツイキャスは行くようにはなってコメントも残すようになったんですが、振り返ってみればそういうのもこう、ラジオの配信、画面がない、画面に誰も出ていないっていうようなラジオの配信でコメントをしていたってことはあったんだけど、まあ名前が呼ばれるっていう感じじゃないし、まあ、知り合いのところに行ってたんでね、まあ名前呼ばれてもまあまあまあっていう感じはしたんですよね。 で岐阜で FM で、岐阜の FM でパーソナリティをやっている人のところに、ツイキャスにこう、お邪魔してって、で、こんにちはって言って、まあ、その人は面識ないんですよ。面識はないんだけれども、なんとなくこの堀出賢一っていう名前は知っていたらしく、ああ、どうも、どうもってあの、お会いしたことないですけど、はじめましてっ,つって。 なんかでいろんなその GIFFM のパーソナリティ同士でこう集,ま集まり始めたんですね。ねそしたら、一、えー、人まあ一人っていうか僕のことを知らない人が当然ですよ、そんなにラジオで出てないから、うん、知らない人がいてあ誰ですかみたいな感じになったら他の人たちが、ね、いやこの人は大先輩でとか <laughs> ベテランでとかって言われてうーんっていうね <laughs> こっちは何にもそんなことはしてないんだけど君たちの方があれでしょっていう帯を持ってたりするわけでしょっていう。 なんか、いたずらに年取ったねっていうね、そんなこともね、思ってちょっと悲しくなっていた。なんか、知り合いのところってか、知ってる人の通り行ったら行ったらそんな風に思うし、知らない人の行こんだったら行ったらなんかそんな恥ずかしいとか言ってるでしょ。もうどうしようもないやつなんだよ。うん。そのうち矢部さんにね、叱られるって、ね、本当にこんなグツグツ言ってると。で、やってみた。行ってみました。自分が配信するんじゃなくて、見る方向になりました。で、あるこうね、え、ー ライブ配信アプリですかそれをこうダウンロードして見てみたんですよ。まあそしたらいろんな顔がずらずらずらーって並んでるんですね。もう綺麗な女の人とかもうかっこいい男の人がずらずらずらーって並んでくるわけですよ。じゃあ自分がそのライバーとなって配信するって時に顔を出すわけだ。ねでその子ずらずらずらーと並んでいるそのかわいい女の子かっこいい男の子の中に自分の顔が入ると思うともうそこでちょっと気が引けるっていうね。まあ自分が配信するかどうかライバーになるかは置いといてさ。まあ、でも 今回この、の、まあ、市場調査っていう感じだからね、ここでひるんじゃいけないと。誰かこのずらずらずらっと並んでいるかわいい女の子、かっこいい男の子のこの顔をタッチして、そのチャンネルに入っていかないと意味がないと思って。こっちは44のおんだ向こうは多分絶対10代とか20代でしょ若いんだ。20ぐらいも年が離れてるところにねもう入っていくっていう、この勇気もあるわけですよ。余、ね、計、まあ、して、とりあえずその今、画面に一番出てる中で、一番こう見ている人。 見ている人がたくさんいればコメントも流れてっから、自分がこう入ってもなんかスーッと流れてからね、まあ気づかれないだろうなっていうそういう心もありながら、じゃあこの時間帯で一番多くこう見られてる人、まあコメントが多そうな人でこの子だっつって女の人のところにポーンって入っていくわけですよ。そうするとね、画面の中央にくるくるくるクルってこう回って準備中みたいなのが出てきてパンってこう画面が変わったんですよ。まあやっぱりモデルの女の子、綺麗ですよね。 多少のそういう補正はしてるのかもしれませんけども、それをさっぴいても多分綺麗なんで。ええー。その女の子の顔でポーンってこう出てきて、なんかやっぱり配信をしてるんだ。で、その下の方にはコメントがダーってやっぱり流れていく。この速さなら大丈夫っていうね、安心感があって。で、そこをずっと見てると、織出健一さんが入室しました、みたいなのが出てくるわけです。まあ僕はどんなところでももう実名でやっちゃってますから <laughs>。バーン自分の名前が出る。 で、もう一瞬のうちに消えていきましたよ。ああ、流れていた、流れていたと思って、しばらくその人をずっと見てるわけです。どんなことをやってんのかなと思って。そしたら、あ、お、お、おり、おり、おりで、おりでさんあ,あ、こんにちはっていうの流れて、うわ <laughs> 終えたんだ、このタイムラインの速さで。しかも、おりでなんていう珍しい名字読めねえよね。ごめんねっていう。ねえ、やっぱり、まあそのライバーの、 感じとしては、そこでやっぱりこんにちはってこう入ってきた人に対して、一人一人にこ,うこんにちは、こんにちはって返していくっていう、やっぱり入り口をカランコロンカランって開けていらっしゃいというのと同じ感覚なんだなと思って、なるほどなと思ってね。で、その女の子をずっと見てたんです。何を言うのかな、何をするのかなと思って。何もしないんですね。それでいいんだっていう。うん、なんか床に直接に座ってるような感じなんですよ。で壁をももうう背にしてるからもう なんだったらこう壁にもう背中くっつけてるくらいの近いところでもう自分の、えー、と顔を、ね、上半身を大写しにしてなるべく他の背景を写さないようにしていてでもいろんな人が入ってくるからいろんな人に対してこんにちは、こんにちは、あだ誰ださん、こんにちは、久しぶりみたいな感じでこう挨拶をしているわけだ。それにににもう手一杯になっっちゃってて別に コメントも何してるのとかってそういう質問も流れてこず、もうひたすらその、何いいねみたいなハートがブワーって上がってってるし、なんかわかんないけども、ダイヤありがとうとかってダイヤがポンと、あれであの、絵のダイヤがね、ポンとプレゼントされたりとか、なんかクラッカーみたいなのがパンパンとか花火がパンみたいなのが上がってくわけね。まあ多分ツイキャスもそうだと思うんだけど、そういうシステムもあると思うんだけどさ、それがこう、目の当たりにこうあるわけ。それでもそれに対してありがとう、ありがとう、ありがとうって言ってるから、誰々さんありがとうって言ってるから、特に何も喋ってないのね。うん。で、こっちとしてはね、 もうこうやってベラベラともう今18分19分からベラベラ喋ってるわけだ。何か喋れ。何かアクションしろってわけ。そしたら俺もお前に対していいねを押してやるってもうもう画面のそのハートのところにも指を置いて待ってんだけどさ。一向に何もしてくれない。うん。で、もう、なんだよ、俺にいいねを押させろと思ってずっと見てたんだけど、で、あるタイミングでなんか髪の長い女の子だったんだけど、その長いこの肩、胸くらいまである髪をスッと後ろにやったんですよね。両,両方で、ちょっとショートっぽく見える。 で、そのショートの方が可愛かったんですよ。ロングヘイヤーに。そしたらもうその可愛いなと思ってそのハードボタンバーって押していくんですよ。画面にガーって自分のこう押した数だけハードが上がっていく。多分インスタと同じような感じなんだね。ガーって上がっていって。そうすると、その上がってった数に対して、折ケン治さんいいねつけましたっていうのがまたタイムラインにガーって上がっていくから、あ、オリ折、で、折、デッさんありがとうみたいな <laughs>。もう名前変えときゃよかったなと思って。で、まあそういうようなやりとりがあったんだよね。 で、そんな中でも、また、わかんないから、初めて言ってるから、なんか、独特のその、言い回しみたいなのがあるので、なんとかありがとうみたいな。うん。なんか、あ、言ってま,ってましたうん。あまりこれを言っていくと、どの、どの SNS っていうか、どのライブ配信見てたのかっていうのが分かってくるんで、あれなんだけれども。まあなんか、そういうのをね、やってて。で、どうも。 その、おまあ、モデルだと思うんだ。なんか撮影をやってたとか、なんとか、や、こないだもやってて、みたいなこと言ってて、ね。撮影のために用意した服なんだよ、これ、みたいなこと言ってたから、多分モデルだと思うんだけど。で、その子も、あの、いくつものツイキャス、ツイキャスじゃないや、SNS をね、掛け持ちしてるみたいな。ななんか TikTok も撮るって言ってたから。まあ、やっぱりそういう若い人たちっていうのは、ね、そういった、あの、話と、あのー、 まあ言ったらポコチャですわ <laughs>。ポコチャと17じゃないや、TikTok と、ひょっとしたら17ライブとかそういうのもやってんのかなっていう、だからいくつかね、やってるわけですよ。で,で、それでまあ活動して、それをこういうことをやって、いくつかまあお金がもらえてるって、あ,あるいは事務所に入ってそこからね、これだけ必ずやりなさいってノルマがあるか分かんないけども、そういうことでまあ活動をしている。 で、もちろんモデルとかそういう芸能活動家なんかもこうしている中で、えー、こういうね、まあ、きちんとそのファンとのコミュニケーションですよ。さっき見たさっきのことですよ。自分が、まあ、喫茶店のマスターとか、スナックのママみたいな役割になって、自分がその、まあ、ライブ配信の中で、まあ、店を持ってる感覚で、いろんな人が入ってきて、こんにちはいらっしゃいって言って、で、まあ、何かそのコメントがあったら、こう返してくれるっていうね。うん、で、 まあそうやって、ちょっとこう合間があった時にね、いらっしゃい。何かコメント残してってくださいね。あとよかったらハートマークいいねもお願いします。なんか言ってるのを見てると、うん、なんかちょっとあれだなっていう <laughs>。なんとかコンテストみたいやなみたいな感じをね、ちょっと思ったんですけど。で、まあ、その子がなんか自分のとりあえず目標がいけたみたいですわ。なんかこう、このか、これだけの数だけちょっといいねが集まったんで、ちょ、ちょっとね、この時間までにしまーすってパーンって落ちましたよ。うん。で、まあ、女の子は分かった。 じゃあ男の人はいないのかなと思って、男の人のカテゴリー見てたら、いたんですよ。ミュージシャン、ドラマー、えそれもあのメジャーデビューしてる人がいまして、えそれを人のところにじゃポーンと言って、もうさっきのそのポンと押すってハードルはもう超えたから、もう押してみた。そしたらまた、織出謙一さんって上がってきた入室しました。またその方もね、おあ織,出織,出織出さん、はじめましてっていう <laughs>。 辛いわ、折りでこういう時まあ、本名でやんなくてもいいんだけどさ、辛いね。まあ、特にまあ初見で入っていきますからね。まあ、何回かコミュニケーションしてれば、そういうのもね、馴染んでくると思うんでしょうけどね。思うんですけどね。で、そこで、いつもはその演奏をやってるんですよって、ドラムを叩いてるんですけど、今日はちょっとね、雑談でっていうことで、そのファンの人とね、ファンの人に向けて話をしている。まあ、僕ね、あの、女性っぽい、え、男性っぽい。 女性っぽい男性にもモテましてねみたいな話をしてね、えー、その話でまあここのライブ先に行った時にこういう人と仲良くなってっていうことでファンの人はそのいきさつっていうか当然知ってるのであの人ですねみたいな感じで盛り上がっているっていうだから本当にアーティストとファンとのコミュニケーションがそこでできてるんだなっていううんでアーティストから見るとこれって自分のラジオ番組を持ってることと変わんないわけですよね でまあリスナーは多分ファンでしょうからそこからはがきとかメールとかもらってそれに答えているその、えー、時間がギュッと短くなって同じ時間を同じタイミングで、まあ、画面越しにご過ごしているっていうことだからあなるほどなやっぱりそういう部分ではラジオっぽいやり方っていうのもあるのかなというふうにね思ってん,なるなんかそ,その中間くらいを狙っていくといいのかなとか自分の中でじゃあ配信するならっていう。でも 30分一人喋りってこっちでやっててね、また向こうの方でもまたベラベラと喋るっていうのがなんか違うし、おそらくね、あの、これだけの間合いで、やつぎ部屋にマシンガンみたいにバ,バババババってこう喋っていくのはね、惹かれると思うんだ <laughs>。だから、喫茶店のマスターか、えスナックのママとかそういう役割、じーっと黙ってる。黙ってきて、入ってきたとこでいらっしゃい、こんにちはっていうようなことを、ちょっとやってみようか。全然ツイキャスでやってもいいんだけどね。 ね、ツイキャスでやってもいいんだけど、なんかちょっとね、今、そのインスタとか、それこそライバーと呼ばれてる、そっちの方に、もうちょっとこの若い世代がいる、別にこのツイキャスとか、ツイッターがちょっと年取ってるメディアとかそういうことじゃないんだけど、せっかくだったらそういうところに潜ってやってみても、だよね、ツイキャスでこうやってやってんだから、いいのかなっていうことをね、思ったりしましたね。うん、だから、店持とうかなと。向こうの方に。うん でそこはもう,あ,そうあとなん、まあ、多分ね毎日こう時間決めてやっていくのがいいんだろうけどどうも雰囲気として隙間時間時にちょっと時間が空いたので30分とかそういう感じだったらこっちはもうがっつりもこの時間決めてっていうふうにやってるけどもそういう感じの不定期でこう店開けられるっていう。 ののがいいのかいやだからなんか本当に喫茶店を向こうでやる感じっていうのをちょっと思ってはいますね。うん、で、今もう本当にどんだけこうやっても僕も含めて配信してる人がいるかってことっすよね,ね。だからもう単純に配信してるだけじゃダメだと。どんどんこうやってますっていうことを言わなきゃダメだっていうことを思いました、うん。だからツイッターにね、 30分前にツイキャスやりますって1回だけ上げてるだけじゃダメなんだともっと頻繁にもうガンガンやっていくっていうことをしてまあどの媒体選んでもきちんとこうやっていくっていうようなことをねしてないとかダメだなと思って。 どんだけ自分はこういろんなところにこう種をまいてるんだっていうね。でその種が全部いろんなところで芽が出てるかわかんないけどもね、いくつかやってる中でそれがなんかこう結びついていってないなっていう、こうこれだけやっているんだからなんかそれぞれがこううまくこうね渦を巻き出したらちょっと大きな渦にでもなりそうなもんじゃないですか。ねそれにこうなっていかないっていうのは。 何なんだろうな。だからそういうことを自分が思ってて、ガンガンライバーの皆さんがね、ダーってこう配信してるのを見たりする。た多分ツイキャスもあのこういう感じじゃなくって、もっといっぱいこのライバーっぽい感じで、お店を開いてる感じでね、喫茶店のマスターとか、この例え好きだな、喫茶店のマスターとか、バーのママ、スナックのママみたいな感じでやってる人の方が多いと思うんだ。それでこうおなじみさんを作っていくっていうやり方がね、いいのかなとも思ったりすると。 で、時間がない、時間がないって言っててもね、結局その隙間,ど隙間時間でやっていけば、ね、またそこで知り合った人っても当然その時間帯、夜はだめだったんですけども、昼過ぎだったら会えましたみたいな、またあのフォローしときますねみたいなことで、そこでつながって方もね、いるかもしれないし、マリオメーカー2の配信の時にも、やっぱりこうやっていくうちに、こうなじさんなんかいつも同じ人が来るっていうね、やっぱりマリオメーカー2が好きなんでしょうね。そういう人が集まってきて、またえーそこで、 あの人ねみたいな。僕も知るし、相手も僕のことを知るから、そういうところでなんかこう作っていくっていう作業としてはいいなっというふうには思いますね。決してこれがこう、まあ課金はできますけどね。課金はできるけども、もうそれじゃなくって、なんかそういうつながりを作っていくっていうことは、本当に今、特に個人でこう活動しているっていうような人っていうのは大事なのかなって思いますし、これ許すんだったら、企業もね、 やればいいと思うんですよね。特に営業さんなんかだったらね、えー。営業、営業キャスみたいな。ね。おなじみさんになるとやっぱ違いますでしょね。<laughs> なんか知ってるって人の方がちょっと親近感湧くじゃないですか。買う、買わないは別にしてね、えーで。そういうなんかキャラクターを持った人が来てくれる。で、そこで知ってる人が実際にリアルであったりすると、ああ、あの人ね、みたいな感じになりますからね。その方がいいんじゃないかなってことを思いますね。うん。本当にいろんなところでいろんな人がいろんなことを 喋ってはいないねいねろ,ろ,ろんなところでいろんな人がただこうスマホに向かってじーっといろんな人が来るのを待っているっていう、まあ、それが、えー、自分の,アー,ティストのアーティスト活動とかモデル活動とかそういうののファンをつけるっていうことなのかそれとも、まあ、承認欲求っていうかねちょっと目立ちたい有名になりたいみたいなところなのかっていうのはねちょっと面白いいろんな人がやっぱりいるなと思いましたね、えー、そういうところでは本当にこうね 世界って広いなっていうか、いろんな人がいるなって思いますね。こう、閉じ、今ね、外出られないから閉じ気味になっていく世界だけども、そういうとこ見てると結構ね、いろんな人がいていろんなことやってるなっていうような感じはやっぱりしましたね。うん。はい。で、えー、その、見て、見てた彼女がね、そのモデルだろうっていう彼女が、この後配信やるんですって。<laughs> であのー、夜の10時半から11時ぐらい、まあ、まさにもうすぐですよ、なんか配信するんでちょっとまたね、見,見に行ったのかなと。<laughs> ハマったのかしらっていう感じがするんですけど、まあそうやってね、なんか、あのだからそうこんな、今度はいつやりますから来てくださいっていうふうに言って、あそれだったらまたちょっと見に行こうかなっていう、そういうのもやっぱうまいなと思って、まあもうね、もうこういうのは年齢関係ないですから、もう先輩としてね、こう本当に、ああ、なるほどうまいなと思いながら、やっぱりそういうのも見てましたよね。 このツイキャスは30分一人喋りというのをメインでやっていますけれども、たまに不定期で、じゃあここにね、ここにね、店を出すっていうのもありかなっていう気もしておりますんで、まあ使い方はいろいろですよね。ただ30分一人喋りっていうのは定期的にやっておりまして、次回は5月9日、来週の土曜日の夜9時からにしてみましょう。ちょっと時間をずらして、1時間早くすると何か変わった空気が見られるのかどうかというところですね。 あとは自分が何してるかっていうところも最後にきちんと言っておかないとね、ただこいつは30分ひたすら喋ってる人っていうだけになってしまうっていうのを今気がつきました <laughs>。そのあたりのフォーマットもお行きく決めていこうかなと思っております <laughs>。ということで、スクリーンオブライフ折出圭一でした。次回5月9日夜9時、9時ですよ。